第31総攻的弾兵旅団、ディオルデンブルギッシュは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第11総攻的弾兵士団霊下にあって、旅団司令部を、ニーダーザク戦州オルデンブルクに置き、旅団の部隊は、ベーザー川とエムス川の中間域にあり、ニーダーザク戦州北部に駐屯していた。愛称に、ディオルデンブルギッシュが与えられている。 1993年に再編成され、第31空挺旅団となっている。1960年7月1日にオルデンブルクにて編成され、第11総合的団兵士団の霊下となる。旅団司令部はオルデンブルクに所在するヒンデンブルク兵衛で編成準備に取り掛かっていた。1961年時点の旅団編成は以下の通りであった。 1972年から第311総攻的弾兵大隊と第312総攻的弾兵大隊にマルダー不評戦闘車が配備される。同じ1972年に第310総攻公兵中隊はオルデンブルクからデルメンホルストに移住する。1975年に第316補給大隊が解体するが、大隊措置として、 第310整備中隊と第310補給中隊が編成された。1982年時点の旅団編成は以下の通りであった。1990年時点の旅団編成は以下の通り。1993年3月に陸軍第5次編成の枠組みに基づいて、リップシュタットの第27空挺旅団と合併するため再編成される。これにより、 第31空挺旅団として新編され、霊源スブルクのコマンドを空中機動部隊、第4師団の霊下に収まる。ありがとうございます。